ご覧のテレビはホノルルの KIKU キクテレビです。 This program is sponsored by チロキア喜びの酒松竹梅シティバンク RNC Hawaii Tours and Kyoya Company 国際興行。まず最初にご紹介するのは上州の山懐に抱かれた静かな一軒宿、群馬県薬師温泉。江戸時代に行者が発見したという源泉は豊富な湯量をたたえ、そのままの形で使われてきました。滝のように流れ落ちる清流を見ながら入る露天風呂、開放感いっぱい。自家製の食材にこだわった華やかな料理が旅人をもてなします。続いては静岡県西伊豆の一軒宿、桜田温泉。結構深いんですね。この宿自慢の露天風呂は広々とした造り。生きてきたはずさ。開放感あふれる唐笠天井の内湯、湯船の底まで板を張った総ヒノキ造りのお風呂。まあ今は魔法のコップに凝ってたりとかね。魔法のコップで飲むお酒の味とは、取れたての海の幸の生き造り、伊豆ならではの絶品料理の数々。俺のステーシー。うわー、この胸も柔らか。心、そこには小さな宿ならではの工夫がありました。どうもよ、静かな俺は。名峰連なる吾妻町にあって山あいの秘湯として江戸時代から親しまれてきたのが薬師温泉。浅間山を隠すようにそびえ立つことからその名が付けられた浅間隠し山の麓にある温泉郷。浅間隠し山を源流とするぬる川は美しい渓谷で知られ、ハイキングコースとしても親しまれています。その清流の途中にあるのが3つの温泉からなる浅間隠し温泉郷です。温泉郷の中でも最も上流にあるのが奥深い林に囲まれた一軒宿の秘湯、薬師温泉。ここは古き良き時代を体験させてくれる宿。こんにちは。いらっしゃいませ。旅籠という名前からもそのこだわりが伺われます。ご案内いたします。昔ながらの旅館らしいこじんまりした中にも風情ある客室。冬場はこの長火鉢で暖を取ることもできます。そして何より嬉しいのが窓の外に広がるぬる川渓谷の自然。しぶきに現れた大岩が何とも涼しげです。川の流れを楽しむように作られているのが半露天の滝見の湯。心地よいせせらぎが日頃の疲れを忘れさせてくれます。
から眺める水の壁と山の四季、野趣満点のお湯です。寛政年間に旅の行者が見つけたという薬師温泉。時は移り建物は変わりましたが、200年もの間変わらず旅人を癒し続けてきたのです。ここの温泉はですね、旅館の前にですね、自噴しております、天然の温泉です。そしてこの温泉はですね、204年の歴史のある、そして江戸時代には、この近くの お坊さんだとか、あるいは神社の神官、そういった方々が専用してお使いになってたというお湯で、歴史あるお湯なんです。それでこのお湯はですね、特徴は非常に肌に優しいというのが特徴です。そして、源泉の温度も 42.8 度で、それをそのままパイプで、浴槽に入れておりますので 100% 天然の温泉です。源泉を沸かしたりお湯を足したりせず、そのまま使っているのがこの温泉の特徴で、少しぬるめですがよく温まり、体にもいいと言われています。渓谷を望むこの内湯は広々としていて、番頭さん自らが野草を生けるなど細かい心遣いが感じられます。浴室の外は濡れ縁になっていて、川風に当たりお湯でほてった体を冷ますこともできます。そしてこの宿の一番の特徴が、館内に飾られているさまざまな民具。江戸時代から明治時代にかけて使われていた農具や調度品などが多く、旅館の中はまるでギャラリーか博物館のような趣。この宿にたくさん展示しております古民具は、ほとんど東北、いえば道の子が中心のものが多いと思います。それでこれはほとんどが江戸時代、あるいは明治にかけて、実際、そういったとこに住んでおられた方が大切に使っておられたものを集めたものです。私どもは旅籠という名前ですから、そして江戸時代の雰囲気を醸し出すためにも、実際に江戸時代に使われてたものを展示することによって、お客さんの心安らぎ、そしてまた哀愁、あるいはいろんな過去の思い出だと、そういったものを感じていただければということで、展示しておるわけなんですが、この宿のもう一つのこだわりが食材。上州風来鶏はこの土地オリジナルの地鶏。ウコッケイも敷地内で飼育されていて、その卵も使われています。料理に使う野菜は全て地元の農家で有機栽培されていて、採れたてのものを仕入れています。宿泊客も朝採ったばかりのみずみずしい野菜を買うこともできます。地元で採れた食材をより新鮮にお客さんに味わってもらいたいというこだわりは、こんなところにも現れています。専用の生けすには目の前のぬる川で釣れた天然のヤマメが泳いでいて、これが塩焼きにされるのです。炭火で焼かれたヤマメはまさに自然の恵み。
夕闇が迫る頃、館内に灯されるろうそくの明かり、客室にも食台が置かれていて、温かいろうそくの火が心を和ませてくれます。お待ちかねの夕食は懐石風のフルコース。このお料理に関して食材にこだわっているそうで、はい、そうですね、私どものこの薬師というこの土地柄はですね、非常にその、お野菜ですね、あとはそのキノコ類、あとはその山のイノシシとかですね、生地とかの、もちろんこのぬる皮の皮だからですね、この辺は全てその天然のものなんですね。ではまずこのお椀の椀物からいただきたいと思うんですけれども、はい、どうぞお一つ、はい、召し上がってみてください。すごく柔らかいですね、うん、そうですね、この風来鶏というのはですね、肉味と風味にですね、非常にこだわった鶏なんですね。ですからその辺の味がこのお吸い物の中にうまく溶け込んでんじゃないかと思いますね、はい。直営の牧場で育てたイノシシを使ったボタン鍋、随分と脂ののったお肉ですね。この脂がですね、イノシシのこれ命なんですね。ただこれ非常にその脂身の中 の, そのコレステロールが非常にこれは少ないんですよ、他の牛肉とか豚肉と比べまして。ですから多めに召し上がっていただいても太ることは気にならずに召し上がってみてください。はい、氷の鎌倉の中に入っているのは鹿肉のお造り、揚げ物には贅沢に松茸が使われています。地鶏のうまみを塩で閉じ込めた上州風来鶏の岩塩焼き、予約制の家族風呂もあり、水入らずでゆっくりと温泉を楽しむことができます。に帰った気分でのんびり温泉に浸かる、上州の山懐に抱かれた静かな一軒宿薬師温泉は、お湯にこだわり料理にこだわるぬくもりの秘湯でした。薬師温泉へ車でお越しの場合は、関越自動車道高崎インターチェンジより国道406号経由で約1時間、電車の場合はJR 吾妻線長野原草津口より予約にて送迎バスがご利用いただけます。続いてご紹介するのは静岡県西伊豆の秘湯、伊豆有数の海岸美を誇る堂ヶ島。その中にあって西名港は漁業基地としても知られています。港の灯台の近く、断崖絶壁の上に小さな露天風呂がありました。町営沢田公園露天風呂、知る人ぞ知る穴場の温泉です。男女2つの露天風呂があって、特筆すべきはその眺めの良さ。眼下には太平洋が広がり、海原を行き交う遊覧船や漁船を見ながら入るお風呂は格別です。車で10分ほど行ったところにあるのが、田園広がる山裾の一軒宿桜田温泉。この宿でまず目に入るのがこの独特のナマコ壁です。建物の外壁に瓦を張り、その継ぎ目も漆喰で固めたナマコ壁は、湿気と潮風に強いところから昔から西伊豆の家には欠かせないものでした。
玄関には車椅子の人でも利用しやすいようスロープが作られていました。一日にたった10組の客しか取らないという旅館ですが、館内は広々としていて贅沢な空間が広がります。一本松を使った唐傘のような天井が開放感あふれる総ヒノキ造りの内湯。ヒノキのお風呂というのはよくありますが、湯船の底までヒノキを使っているというのがご主人の自慢です。無色透明のお湯はさらりとした肌触りで、ヒノキの香りが心を落ち着かせてくれます。始める前によそでね、そこだけ石だったりとかってあるんですよ。そうするとね、なんかね、そこだけね、石だと嘘っぽいんですよ、自分から見ると。それだから桶ってのはそこまで木で作ったでしょ、風呂桶って。だからそこまで木で作ったんですよ。混浴の露天風呂は20畳という広さ。そして驚くのはその深さなのです。源泉を持つからできるこの贅沢な作り、泳げるほど開放的なお風呂を作りたかったというご主人こだわりの露天風呂なのです。広い敷地に客室は10室のみ。こちらの部屋は池の横にあり、専用の露天風呂がついています。どの部屋も木の持つ暖かさを大切にしているのが特徴。こちらの離れは2階建てになっていて、家族で訪れてもゆっくりとくつろげます。美しい琉球畳と重量感あふれる松を使った梁が落ち着いた雰囲気を作っています。こちらのお部屋には泳ぐ鯉を見ながら入れるという半露天風呂があります。ご主人のこだわりは部屋作りだけではありません。面白いものを見せてくれるというので、車で10分ほどのところにある作業場にお邪魔しました。ここでご主人が今夢中になっているのが炭焼き。といってもただ燃料用の炭を焼くのではなく、竹やかぼちゃなどいろいろな材料を焼いて、その出来栄えを楽しんでいるんです。本当にね、奥が深くてね、とにかく自分がこういうふうに焼きたいと思ったのがね、焼ける確率がものすごい低いんですよ。ところが時々ね、焼けんですよ。そんなもんでね、要するにそういう底の見えない深さっていうんですか、なんか相手がね、自然なものでしょ。自然が作ったものを要するに炭にするとかね、炭化させるって、そのプロセスのね中でどういう変化が起きてるか、想像つうかね、イマジネーションの世界なんですよ。だからそれがね、また面白くてね。炭をオブジェにするだけではなく、実用品としての作品も作っています。これは竹を炭にした花瓶。水が炭で浄化され花の持ちが良くなるとご主人はおっしゃいます。こちらは風鈴。炭ならではの
心地よい乾いた音色です。まあ今は魔法のコップに凝ってたりとかね、魔法のコップってね、普通は竹の炭にね水を入れたりねするとみんなひびが入ったり割れんですよ。それが割れなくてね、飲むとねお酒とかだとあまりにも味がねまろやかになるもんで、それで魔法のコップ、魔法のコップで飲むお酒、どんな味になるのでしょうか。熱湯消毒して洗えば触っても炭が手につかなくなります。まろやかになるというか、そうですね、だから魔法のコップってちょっと、角がなくなりますね。食事どころでいただく夕食は西伊豆ならではの豪華海の幸。動いているイサキの息づくり、脂も乗って身も締まっています。これはアワビですね。これを火をつけましてね、少し蒸し焼き風にいたします。動いてますね、はい、開けてみましょう。うわー美味しそうですね。柔らかこれ、こうしますとね、ふんわり上がるんですよ。いかがですか。溶けそうですね、もう。宿とお客さんとね、今までと違うね、関係が作っていけるかね、それをまあ探っていくっていうかね、まあ、最終的には何がある宿じゃないから、のんびりしてもらうことしかないですからね。そこの中で自分の第三のふるさとに要するにしてもらえるようなね宿になろうと思って、まあ日常ねいろいろ整備もしてんですけど、お客さんと新しい関係を作りたいというご主人が始めたのが里山遊び。希望があれば山好きのご主人がお客さんを自分の山に案内して一緒に遊んだり料理をしたりしてもてなしてくれます。温泉があることだけに満足、少しでもお客さんに楽しんでもらおうというその姿はまさに夢を追い続ける少年のよう。あなたもそんな笑顔に出会いに伊豆の旅に出かけてみてはいかがですか。生きてきたはずさ。桜田温泉へは車の場合、東名高速道路沼津インターチェンジを降りて修善寺土肥経由約2時間、電車では伊豆急行下田駅下車、堂ヶ島松崎方面行きバスで約45分です。今日ご紹介した宿の詳しい連絡先と宿泊料金はご覧の通り。民芸町の懐かしい宿、群馬県薬師温泉旅籠はこちら。ナマコ壁の一軒宿、静岡県西伊豆桜田温泉三宝園はこちらです。